毎日サボらずにやっているという行動が、自分はできるという自信になる。精神的な軸はそこで生まれる。そこまでしてやっと自分を信じることができる思考を生み出すことができる。行動が思考を築くという実例だ。社会人になってブクブク太る人が世の中には溢れ返っている。ビジネスは頭だけでやるものだと勘違いしている人が多いが、そんなことはない。働くということは体を使うということ。すぐに疲れてしまう体であれば、必然的にメンタルも消費し、今日はもういいというマインドになる。外見にも同じことが言える。外見という響きだけでは、事業を伸ばすためには必要のないことと思われがちだが、ビジネスの場においても見せなければならない瞬間がたくさんある。初対面の印象、プレゼンや交渉の場、スマートで清潔にしていた方が見せやすいゆえ、説得力がある。服装も体型も全く気にしてないことが、外見からすぐ相手に見透かされてしまうのは、私は自分に弱く、自堕落な生活を過ごしているので、打ち合わせの場には遅刻するかもしれません。やると決めたことをやれないかもしれません。と、ネガティブなメッセージを発信しながら生きているようなものだからだ。当然、仕事の場には異性だっている。モテるに越したことはない。少なくともビジネスにおいて、デブであることにメリットなどない。